はい、本日はですね、紙リュック参戦というのをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちら前回もですね、去年やらせていただいたんですけども、まあ今回もですね、まあいろんな方に当てはまるようなね、リュックの紹介になってるかなと思いますので、例えばビジネスで使うとか、プライベートで使うとか、仕事で使うとかね、通学で使うとか、まあいろんな使い方があると思うんですけど、これも全部当てはまってるので、この3つあったらどれかははまるんよということなんですけども、なんでそんなことを言えるかというとですね、僕が普段使ってるこちらブラックエンバーのリュックありますよね。フォージというリュックなんですけども、これをですね、まあ今まで紹介ってしてたらですね、とうとうブラックエンバーの本社の方からですね、連絡をいただいたんですね。拓造さんと、実はこれブラックエンバーの僕使ってるフォージっていうモデルはいいんですけども、それだけじゃないんですよと、他にもAリュックあるんですよということで、なんと本社の方から直々に送っていただきました。で、おすすめのやつっていうのはこの3つありますので、これをね、ぜひ視聴者さんに見ていただいたらどうですかということで、いや、ありがとうございますと。で、なんやったら後半の方ではお伝えするんですけども、プレゼントもね、もしよかったら僕の視聴者さん限定でね、お送りしましょうかって言ってもらったんで、ぜひよろしくお願いいたしますということでね、まあ、最後の方まで見てもらったらプレゼントもあるかないかちょっと分かりませんけども、そんな感じでね、楽しみにしていただければいいかなということで、今回は紙リュック3選をね、今からずっと紹介していきたいなと思いますので、けども実はこれブラックエンバーのリュックでこの1個だけなんですよ。他はまた違うやつやになってたりするんで、まあ、ブラックエンバー以外もね、知りたいという方もいらっしゃるかもしれませんので、その辺でずらーっとお話ししていて、その次はちょっとおまけのお話ありますので、また楽しみに聞いていただければなと思います。まず1つ目っていうのはですね、こちらズドン、ブラックエンバーのリュックになってます。このリュックがですね、シャドウというリュックなんですね。で、まあこれもともとね、ブラックエンバーってノースフェイスのね、デザイナーさんがやってるってことで、これノースとの相性めちゃくちゃやないかっていう話はしてたんですけど、その見た目だけじゃないですよ。もちろんこういったね、防水とかにもね、完全に対応してますので、まあ僕が普段使ってるカバンもね、防水になってるから全然濡れへんねんやけども、こういきなり雨が降っていたとかね、嵐が降ってきたって言ってもね、中は全然濡れませんよと。ほんでね、おいおいおい、タクゾ、そんなアジサイに水あげるようなこんなもんでね、防水って言うなと。しっかりシャワーでも浴びんかいっていうことなんですけども、まあその様子もね、こう今見てもらってるかなと思うんですけども、水にも耐えれるような仕様となっておりますので、この見た目だけじゃなくて機能面もあるっていうのがね、僕がこのブラックエンバーを使ってる理由なんですけども、まあこれも同じですわ。それがね、シャドウというモデルになっております。実際ね、背負ってみましょうか。この中にね、紐が入ってるからピューって取り出してあげて、ほんでまあかけていくとどうですかね。まあまあシンプルな感じやねんけども、こういうね、アウトドアテイストの服にももちろん合うし、まあシンプルな服にも合ったりとかできると思いますんで、まあこの辺がね、いかにもブラックエンバーらしい作りですよね。で、これまあ僕好きなんやけど、これマグネットタイプね。この前のとこがカチンってこう勝手にマグネットで引っ付くんですよ。いくよ、せーのでカチンってね。で、外すときもこの真ん中のとこね、ポンと押してあげたらパーンって外せるんですよ。で、またマグネットでカチンって引っ付くんで、まあ、僕はいつもこれを締めてね、チャリンコでこうやって行ってますけども、まあこのブラックエンバーのフォージと二大巨頭というかね、このシャドウっていうのもね、人気らしいです。で、これが僕26リットルっていう大きさで背負ってるんですけども、22リットルっていうね、もう一個ちっちゃいのもあるらしいんですよ。まあそれは女性とかでもモテるような感じになってるし、まあ22やからね、男性でも女性でもどっちでもモテると思うんですけども、サイズがね、一応2種類あるらしいですわ。これまあ中身はね、今ずらっと見てもらってるかなと思うんですけども、このメインのね、収納のとこガバーッと開けていって、PC とかも入るような仕様になってるし、さらに前のとこのジップは止水ジップ使われてるから、まあさっきみたいにね、濡れへんし、こうペンとかやっぱ入れる感じになってるのかな。ちょっとペン入れたりとか小物入れたりとかするような感じになってますね。ほんでね、僕ブラックエンバーでね、この間あの北海道の旅行行った時もそうやったんですけどね、ここのね、背中のところの紐のとこ開いてるんですよ。だからキャリーケースここにぶっ刺してね、上にね、固定できるんですよ。ガチンって固定した状態でコロ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 持っていけるんでね、まあそういうところまでちゃんと考えられたね、カバンになってます。まあただやっぱりブラックエンバーがええ値段しますよ。これは僕持ってるやつで4万ぐらいけど、これに関してはシャドウが、まあ、3万円台で購入できる、ちょっとだけ安いんですけどね。まあそういったモデルになってます。ちなみにこの横側はこういったね、ドリンクホルダーになってて、これ別売りなんですけど、ドリンクホルダーをね、後付けでこうパチッてつけたりとか、いらんくなったらね、こうやってピュッて外したりもできるんですよ。で、まあこれはフォージにはつけるとこないんか。フォージにはないですね。このシャドウの方にはね、両サイドつけるとこあるので、別にこっち側でつけてもいいし、こっち側でもつけてもいいしみたいなことなんですけど、夏場とかやったらね、こう水が結露して手がビチャビチャ、色ハス持ってたら手ビチャビチャになるじゃないですか。別に天然水でもいいんやけど、もうそんな時はね、こうやってピューってマジックテープとボタンなんでパチンってひっつけてあげれるんで、まあこういった付属のやつもあるよというのがまず一つ目ね。で、二つ目がですね、グッとお値段安くなります。これが1万5千円ぐらいで買えるっていうことで、これはね、ブラックエンバーじゃないんですよ。で、 SML っていうブランドらしいんですけど、僕も知らんかったんですけどね、これがなんか全ての機能を盛り込んだリュックらしいんですよね。ほんまですかと、そんな嘘みたいなこと言わんでくださいと思うじゃないですか。まずはさっきと同じようにちゃんと水にもね、対応するような仕様になってて、こう止水ジップとかもね、使われておりますので、こういったね、小雨ぐらいでね、対応できると思います。ただ水に関してはさっきのブラックエンバーの方がちょっと強そうは強そうですけどね。まあそういった仕様になってて、で次はデイパックやから結構こうガバッと開くんですよね。こんな感じガバーッと開いて入ると、これ今紙入ってますけどね、こうガバーッと開いて、なおかつ面白いなと思うのが、この後ろっかね、後ろっていうか底の部分、この底の部分見たらね、なんかジップ
ついてるんですよ。あれこんなとこになんかジップついてませんかと。これ何入れるんですか、こんな倉庫のとこに。入れるもんほぼないよと思ったらね、ここに定期とか入れるらしいです。イコカとかパッて入れといてね、こう背負ってるじゃないですか。でイコカの改札がピューって通るときにここパンってやってあげたらね通れるらしいんですよね。でもしかしてこれ慣れてきたらですよ、慣れてきたらこうカバンをいちいち覆らんでもうカッコだけピョンってやってね通れるかもしれん。そうしたら最新ですよね。普通みんなこうやってピピピピやってるけど、こうやってこうやって通る人もおるっていう。もう毎朝毎朝こういう通るやつが見てたらね、あいつなんか変な通り方してんなって多分噂になるとは思うんですけども、そういった通勤のことまで考えてますよと、通勤通学のことまで考えててな、さらにですよ、なんかこういう保冷剤もなんか送っていただいたんですよ。いや僕冬だから保冷剤いりませんねんと思ったんですけどね、この後ろ側にね保冷剤入れる場所があるんですよ。でなんでなんて言ったら夏場って結構暑いじゃないですか。でリュック背負ってたら背中蒸れてくるでしょ。そんな時はねこの保冷剤をピュッて入れてあげると、こんな感じでポインって入れてあげたらね、ここが涼しいらしいんですよ。で背負ったらね背中のところからねこう冷たいのがねひんやり伝わってくるので、夏場はこういうのが使えると。で冬とかやったらまあいらんからこれを外しとくっていう感じで使えて、さらにまあスマホとかもね入れる場所あるんですよ。スマホ入れる場所あるんですかって、この上っ側のところにねスマホをこうやって入れる場所がピューってあってポインって入れるんですよ。ほんならスマホって上に入れるんですかって僕思ったんですけども、まあ確かに雨降った時とかでこうポケットとかでね入れる場所がないとか、もう濡れちゃったまずいって思ったらね、まあこの上にしまっとくっていうのもねありやと思うんですけど、まあ結構緊急的な入れ方なんかな、わからんけど、まあこういう上もあると。で普通一見見たらなんや普通のデイバッグちゃいますのと思ったりするんやけども、ようよう聞いていくといろんな機能掘り込まれてるやないかいと。そらさすがカバン屋さんが紹介してくるだけあるやないかいと、ちょっと偉そうにすみませんけどね、そういう風に思ったんですけど、そんな感じですね。まあ容量的にはめちゃくちゃ入りそうですけどね、こんだけあるからね。僕が持ってるカバンとかもねこうやって見たら大きく見えるんやけど、これ結構仕切りがあるからね、あの大きいもあんま入らないんですよ。で逆にこういうのは、ね、仕切りがないからドカーンとこうお弁当とか水とか大きいのも入ったりするんで、そういう使い方ができいきます。あ、書いてました、ここに15,000円と、なんというコスパでしょうという感じですね。あ、でここにも水が書いてた、水弾いてますよって書いてたんですけどもね、そういう使い方ができると。あとはなんかカスタムもねできるみたいで、その折りたたみ傘入れる袋があったりだとか、なんかそういうね小物とか入れるように拡張もできるらしいんですけどもね、まあ、そういうのが外付けでねつけたりも可能ですよというのが2つ目で、3つ目っていうのがね、とは言いながらもちょっと大人のシーンで使うリュックってないんですかって言われそうなんで、そうなってきたらこれなんですよね。完璧の婦人やないかと、それをよう分かった上で送ってきてるやないかってなるじゃないですか。でこれがこうビジネス用みたいになってて、もちろん普通にリュックとしても背負えるし、なおかつこうビジネスバッグとしてもねこうやって使えるんで、2ウェイでね使えるということと、あともちろんあのパソコンとかも入れるようにこの中にはクッションとかが入ってたりするということで、まあ、ほんまビジネスに特化してるような感じかなと思います。名前も確かビジネスバッグみたいな感じだったんですよ。そうだ、ビジネスリュックサックって書いてましたわ。でこれも、ブランド同じですね、 SML ってやつで、同様に水も弾きますよと。そしてもってお値段が比較的リーズナブルなんですよねって、さっきと同じぐらいか、15,950円ということで、まあ、仕事でね使うんやっていう方はねいいかもしれないですよね。これ前がね実は3つポケットあるんですよ。まず1つ目でしょ、ガバッとこういう感じでボールペンとか刺すような感じで、2つ目がこの真ん中のところでしょ、ちょっと鍵とかでも入れようかなって感じで、3つ目がこの底の部分、もうほんまちょっとした小物、印鑑とかこれ入れとこうかなとかね、まあそのほんまちょっとした小物、リップ入れとこうかなみたいな感じで、これ変に大きいとこ入れたらゴロゴロしてどこに行ったかわからんから、まあそういう小物をピュッて入れるような感じで、1,2,3ってこの3つあるんですよ。そしてこれももちろん防水ですよね、あの止水ジップ使ってあるから濡れませんよねなんて言って、こうやって安心して水をかけていただけるんですけども、ご安心ください。この下にポトポト落ちてるんやけども、ちゃんと今回からはですね下にティッシュを引いておりますので、安心して水をかけれるという仕様になっております。はい、というところでね3つご紹介したんですけども、1個おまけがあります。それは何かっていうと、このボディバッグね、あれ見覚えないですか。そう、この紐とかね、あーなんか見たことあるな。そう、ブラックエンバーということで、一番最初にご紹介したシャドウと同じブランドなんですけど、これもねやっぱりノースフェイスのデザイナーさんでしょ、よう考えられてるわ。この紐のところをねパンって引いてあげたら勝手に取れるんですよ。パンって開けたらもうこんな感じで、ね、取れて、このタイプのマグネット見たことあります？ないですよね。僕初めて見たんですけどね。でこれ引っ付けたら磁石でカチンって引っ付くし、外すときはこの紐ヒュッて引いてあげたらね外れるし、でパチンって引っ付く。でまあこんな感じで持ってるじゃないですか。でまあもちろん防水やからね、中も濡れへんし、中がこれまたすごいことになってるんですよ。あ、これ逆やった。これ開けていくのでね、まあ止水ジップ使っててバーッと開けました。こんな感じでね仕切りがあるんですよ。だからちょっとまあアイコス入れようかな、鍵入れようかな、リップ入れようかな、財布入れようかなとかね、こういろいろ分けれるんですよね。でここに入れといて、あとはいきなりねこうやって雨が降ってきてもね、大丈夫大丈夫、この中は絶対濡れませんからってことで安心できるじゃないですか。それよりもこの僕のダウンジャケットが濡れそうやけども、こうやって安心してね使えると。これどういう時にいいのって言われたら、まあバイクとかいいかもしれないですね。バイクとかってこう濡れる可能性あるから、まあ、そういう時にねこうやって ETC カードこう入れとくとか、あとなんか家の鍵これ掘り込んどくとか、あとキャンプとかもね物ポケット入れてたらねいろいろあるから、こうスターターのセットこの中掘り込んどいたりとか、あとなんか調味料これピュッて掘り込んどいて、なんか染みない
んねんけど、ちょっと任せとけって、七味ここにあんねん、ちょっとピュッてやってポインってやったらいいじゃないですか。でまあ雨降ってもねもちろん大丈夫なんで、まあこれがね、まあおまけとしてご紹介させていただいたんですけども、やっぱりブラックエンバーやからね、13,200円ということでね、まあそこそこのいい値段もするんですけども、ちょっと濡れちゃったから怒られるかもしれないけどね、大丈夫か。はい、ということでご紹介させていただきました。まあ以上ね、この3つが、まあ例えば最初見てもらったシャドウとかやったらね、ほんまにまあカスタムとかもできるし、まあ本物ですよね。ブラックエンバーってまあ僕も使ってるからわかるけども、めちゃくちゃ本物のね、本格的なバックパックというかリュックやと思うんですけど、まあそんな感じで、次のデイパックの方っていうのはどっちかって言ったら、こうカジュアルな格好されてる方で、なおかつ通勤通学があったらね、この後ろのあのジップのやつ恩恵使えますよね。でこんなもん別に興味ないねんっていう人がいてたらね、まあそれは使わんでもいいと思うんですけども、まあどっちかって言ったらカジュアル向きの感じかなと思います。で最後のビジネスリュックサックはね、まあこれも完璧にビジネスですよね。スーツとか綺麗めな感じで合わせると思うんですけど、まあそんなリュックがあると。でね、最後がこのボディバッグって感じなんですけど、まあ、最後ねプレゼントがあるということで、本当ありがたいんですけどもね、まあ、今回タクゾーさんブラックエンバーそんだけ気に入ってくれてるんやったらね、他にもありますよってご紹介していただいたらどうですかっていうことやったらね、ぜひお願いしますっていうことで、でタクゾーさんの視聴者さんにもね、なんかこうメリットあった方がいいんじゃないますかということで、15名の方にね先着なんですけど、こちらのねコンパクトバッグをプレゼントしていただけるみたいです。まあ値段的にも3,000円ぐらい多分すると思うんですけどもね、ありがたいことにねプレゼントしていただけるということになってますので、なんか一応抗菌とかでもうその菌をね、ある一定の菌を減らしたりもするし、なおかつこうリサイクルのね生地を使ってるということで、環境にも優しいということらしいんですけど、まあ使ってる僕らからしたらあんまそんなこと関係ないけども、やっぱこれぐらいのサイズになるっていうのが、ちょっと一回出しましょうか。こう手のひらにね収まるぐらいのサイズ感になってるから、ちっちゃくこうやって畳んでいけばね、こうエコバッグってちっちゃいのが正義なんですよ。男性ってね、あんまカバン持たへん人も多いし、カバン持ってもこの程度やから、これぐらいに入らんと、なんか大きいのになったらねあかんから、この横にねこうゴムついてるので、あとはくるくるくるってこうやってまとめていって、でもこんなもん大体でいいんですよ。こう振る、そしてポインってやったらもうこれでしまいなんですよ。これをねプレゼントしていただけるということになっておりますので、なんかあの合言葉はね一応タクゾーらしいです。カタカナでタクゾーってことで、僕あんまりよく分かってないんで、下のね動画説明欄からね見ていただければより詳しく載ってるかなと思いますので、見てみてください。まあ、僕の視聴者の方ってね、結構このブラックエンバーのねリュックとかもやっぱ3万-4万するんですけど、同じやつ買いましたっていう方結構多くてですね、でそれこそこのフォージっていうモデルはもう完売しちゃってるらしいんですよね。今なかなか生産追いついてないらしいんですけど、まあ、他にも人気のバッグありますよということでね、今回教えていただいて本当ありがとうございました。でまあ僕の視聴者さんのためにもね、いろいろこう動いてもらって本当ありがたいなというふうに思っております。はい、ということで本日はですね、紙リュック3選をご紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。